アロハ、皆さんこんにちは。アロハナクラブのあゆこです。本日も今週のハワイをお届けします。今週1週間のハワイ最新情報はフォートデルシービーチからお届けします。まずは日本からの到着者数です。11月13日1262名、14日1122名、15日1100名、16日979名、17日1276名、18日1797名となっています。ハワイ州外から訪れる人々にビジター料を請求する案が次の州議会立法会期中に審議される見込みとなっています。次期知事に当選したジョシュ・グリーン氏は選挙期間中に掲げた公約の一つとして観光などで州外から訪れた人1人当たり50ドルのビジター料の請求を検討することを挙げていました。一方、州議員の間ではビジター料請求に疑問を持ち、州の収益を上げる方法として他の手段を検討すべきではないかとする意見もあります。ビジター料は気候変動の問題とそれによる天然資源への影響に対して取り組むための資金に使われる予定です。またグリーン氏は低所得者向け住宅プロジェクトに割り当てる考えも示しています。観光客が州に落としている金額を考えると50ドルが課せられても大きな違いはないという意見がある反面、ハワイへの客足を鈍らせる新たな原因になるのではないかとの意見もあります。ダニエル K イノエ国際空港の駐車場料金が来年1月1日より値上がりすることが明らかになりました。17日の発表によりますと、8時間以上の利用の場合、これまでの18ドルから22ドルへと料金が変更となります。また6時間から7時間の利用は19ドル、7時間から8時間の利用は20ドルへとこれまでの18ドルから変更となります。15分間の無料駐車と最初の1時間3ドルの料金に変更はありません。駐車料金の値上げは2015年以来となります。以前ナイキタウンなどが入っていたワイキキのキングカラカウアプラザの再開発が開始されました。同プラザは10年以上前から小売店が閉業し、2009年から空き家状態で放置されていました。現在、同プラザは取り壊しの段階にあり、その後は小売店、レストラン、タイムシェアを含む8階建ての複合施設が建設される予定です。開発業者の候補によりますと、マリオットオーナーシップリゾーツが同プラザの購入契約を結んだとのことです。ヒルトンハワイアンビレッジワイキキビーチリゾートが11月16日から30日まで、リゾート内のスイートルームが最大 50% オフになるサイバーセールを実施しています。セール対象となるのはジュニアスイートからスペシャリティスイートまで全9タイプのお部屋となります。予約期間は2022年11月16日9時から11月30日午後5時まで、宿泊期間は2023年1月5日から6月15日、8月10日から11月8日までとなっています。ビーチ目の前に立つレインボータワーのジュニアスイートをはじめ、タパタワーにあるタパコレクションのスイートルームなど、広々としたお部屋をリーズナブルな料金で楽しめます。11月も中旬となり、街にはクリスマスの飾りがあふれ始めている中、16日にホノルル市庁舎前に
クリスマスツリーが設置されました。視聴者前のクリスマスツリーは毎年開催されているホノルルシティライトの催事の中心として市民の目を楽しませていますが、今年はカイルアの住宅から伐採された高さ55フィート約17メートルのクックパインの木となります。このクリスマスツリーの点灯式はホノルルシティライトとホノルルエレクトリックパレード開催式とともに12月3日に行われる予定となっています。以上、今週1週間のハワイで起きた出来事や最新情報でした。インスタグラムでも様々な写真やハワイ情報をアップしていますので、YouTube 同様フォローしていただけたら嬉しいです。それではまた来週。マハロ。